10円玉が1枚あります。他は何もないですね。ご覧ください。1万円札が2枚に増えています。こちらに10円玉が1枚あります。他は何もないですね。ではよーく見ておいてください。今からこの10円玉がご覧ください、500円玉2枚に増えてしまいました。ここに1万円があります。折りたたみます。今からこの1万円札をここ肘の部分でこすります。じゃあ反対でもこすってみましょう。もういいでしょう。ご覧ください、2枚に増えました。間違いなく1万円札が2枚に増えています。10円玉が500円玉2枚になるというマジック、トリック公開です。まずはこちらに10円玉1枚です。でも実を言うと10円玉だけではありません。500円玉が2枚ここに隠されています。10円玉の後ろ側にこのような状態で2枚重ねて持っているんです。重ねて縦方向にこのように人差し指と親指で挟んで持ちます。この先端は開けております。指先は開けております。なぜならそこは10円玉を持つ場所だからですね。こういうふうに持っています。なので正面から見ると10円玉の影になった500円玉は見えません。ただ下から上からの角度にはこのマジック弱いので、見せる相手の目線をしっかり見ながらその人にまっすぐ合わせて見せましょう。そうすると左右の角度からは絶対に見えることはありません。でまずこの10円玉に注目してもらいます。そしてもう片方の手も自然にこういうふうに開いておくと何もないということがしっかりとアピールできると思います。そして次はこの10円玉を500円玉の裏側に持っていきます。そして500円玉を左右に1枚ずつに瞬時に分けます。そうすると10円玉が一瞬で500円玉2枚になったように見えます。このマジックは自分からはこの500円玉が見えてしまっているのでちょっとドキドキするかもしれませんが、これやっぱり鏡を見て練習するといいと思います。鏡で見たりお客さんの目線で見ると絶対にこの500円玉は見えないので、堂々とやりましょう。そして自分は絶対にその500円玉の方を見ない、あくまでも10円玉だけを持っているというふうに思い込んで10円玉を見るようにしましょう。目線がちょっとでもずれてしまうとあの後ろに何かあるのかなと疑われる場合がありますので、それはちょっと気をつけましょう。であとは手際よく重ねて2枚に分けるだけです。増える1万円札トリック公開です。まずこのマジックに必要なもの、もし1万円札でするんでしたら1万円札はもちろん2枚いります。1枚が本当に2枚に増えるということはありません。もう1枚必要です。まず一番最初のセッティングです。1万円札を半分に折って半分に折って縦方向に半分折ります。そうするとちょうど正方形ぐらいの大きさになりますね。そしてこの形が重要なんです。こういうふうに引っかかるようになっているんです。なのでこの1万円札は実を言うとこの襟の後ろ側にこうやって引っ掛けておきましょう。前を向いておけば誰からも見えません。そしてもう1枚の1万円札を見せます。その1万円札をまた同じ大きさに折りたたみます。畳みます、畳みます、畳みます。そして今からこの1万円札を肘でこすりますってやりましてね。でこの時にこの
襟に引っ掛けている1万円をこっそりと手の中に入れてしまいます。こんな感じですね。で、こすって、じゃあ反対側でもこすりましょうっていう時に、この隠し持った1万円札を持ってきて、ここで重ねます。重ねて、反対の肘に持っていきます。ここもこすります。で、この時に注意しなきゃいけないのが、こちらの手も、なんとなく、この襟の後ろの方まで手を持っていきます。左右が同じ動きでないと、片方だけが奥まで手を持っていったりすると、バレてしまうことがありますので、そこは気をつけて同じ動きでやりましょう。で、こすります。こすって、2枚に増やします。で、最後はやはりこのようにきれいに広げて、1万円札が2万円に増えたということをしっかりと見せます。増える1万円札、いかがでしたでしょうか？こういうふうにお札を使ったマジックというのは、まあ、嫌いなお客さんはいないと思います。そして、やはりお金を使うと注目を集めることができますので、しっかりとこのマジック覚えて、みんなを驚かせて注目の的になってください。さあ、今日のマジック面白いと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。お相手は内田孝光でした。